久々にガチマッチやります。最近ね、ガチアサリでは自分竹を使ってますってことで、竹エスプラス底辺の要素を一応アサリはエスプラ5までメインヤカはやったかな。竹がね強いってより、カーリングとあのマルチミサイルの組み合わせが割と適当で刺さりまくるっていうのが強いんだけど、めっちゃやられてるので一旦ここを塞ぐときにね、強い、うわー後ろから来てた、やべ全滅、出落ち。いや割と守れるんだけど、やば、あー1ペシ、うん、まあ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 、まだこっから、まだまだこっから、アサリは本当に、まあ、ガチマッチ全般か、何が起こるか分からんから、ここで適当にマルチミサイルやってカーリングで攻めてっていうのが強いんだよね。あー届いてない、ちょっと早かったか、マルチミサイルのタイミングと合わなかったな。相手の残り状況とかよく見て、よしよし、どこだどこだ敵、あっちでやられてんのか、うんー、これじゃダメだな、やり直し、危ない、アサリを集めつつカーリングで適当に攻撃しつつ有利になる状況を待つ。打つか、タイミング微妙かも。そろそろアサリが結構持ってるから倒せれば行きたいけど、いるんだよな、いるんだよな、ここで倒したら一気に進むけど、ちょっと落ち着こう。マルチミサイルが割といけてんだよな。あそこのあいつなんとかしてくれ。しょうがない。くそくそくそ。うわー見えない。近すぎ。タイミング合わねー。おお。せっかくめっちゃ倒してるけど。あ、ここでいかに進められるかなんだよね。ちょっとリードするか。よし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 、帰れた。いやー、これであと守れるか。あの攻めてる時に適当カーリングで割とあの倒せたのがでかいんだよね。うわー、やられたか、これ。
ブラスターね。ちょっと待ってね。きついかも。絶対これ延長になるんだよね。延長条件がややこしいけど。とりあえずカーリングを巻きつつ、カーリングを巻きつつ、いいぞいいぞ、味方とナイスナイス、これで終わりかな。まあなんか無難な感じで、やっぱまあスペシャル一番強いのはバブルだけど、そのハイパーブレッサーが意外と守り強くなくて、ハイパーブレッサースプラスコープでやるよりこの竹でひたすらカーリングボム打ってた方が守り強い気がするんだよね。自分が一番ま倒してないけど、あとカーリングでスイーって進めるからガチバリア破壊しやすいと思うんだよね。今破壊できなかったけど、まずはアサリを集めるでしょ。そのアサリ集めでも圧倒的にカーリングでスイーっていく方が、スイあれこんな感じでサクサクサクっと、あんま取れてねえ。あれ囲まれた、早っ。フラッシュブラスター一瞬で裏来たのか。取りたい。あれスプリンクラーか。意外とこのくぼみが多いと危な、ラッキーラッキーラッキー。くぼみが多いとカーリングが刺さりやすいの法則が。シッシュシッシュ、なんかこっちの方がやられてんな、やば。やばい、いやー、やばい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 、ちょっと一旦無理やね、これ。ここでできる限り守りたい。一人しか残ってないし、あんま守れてないな。止まんねー。めっちゃ全体的に負けてる。一旦使うか。微妙。やば、よし、守った守った。
9個。これタイミングさえ合えば一気にいけんだけどな。お、チャンス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 、これ来てる。1個ないかな、これ取れる、取れないかな、これ。いっちゃえ、いっちゃおう。うわ、裏から来た。ラッキー。まだいける。ダメか。タイミング合わなかったな。いかにタイミングを合わせるかってとこなんだけど、ちょっとやべ、うわー見えなかった。全体的に合ってねえ。お、いけ。さあ延長。誰も入れらんね。ちょっとタイミング合わなかったな。まあでも勝ち負けがすごい無難な感じで、そう、さっきと比べてキル数的にはあるけどね、やっぱタイミングゲーだな。プラスコープよりはこのステージは竹の方がいける気がする。ちょ、連続同じステージだけど時間的にこれ最後だな。まずはカーリングでアサリ回収。状況が、味方がいないのでちょっと戻るか。いや、ここでマルチミサイルで止められるのがでかい。よし、止めた止めた。ここからカウンター行きたい。気が分からん。よし。あ、ミスった。よし。ここでマルチミサイルで敵の位置を把握してから進むね、進めるのがでかいね。敵が、お、あと奥に。ここで一旦まあ割ると死ぬ死ぬ、危ない。アサリがない。ちょっととりあえず進めとこう。微妙。お、いいぞ味方トゥーン。ここでカーリングで進めるのがでかい。あ、ミスった。これはひどい、これはひどい。で、さらにマルチミサイルで、あーと思ったけど誰も残っていない。いや、あとは守れば、あとは守ればなんとかなる。絶対延長なんだよね。味方が死んでるので、止めたい。1ペシ1ペシ。あ、
味方トゥーンとなってしまった。大丈夫かこれ。よしよしよし、ナイス。結局味方トゥーンだな。まあまあまあ、この無難な感じぐらいで、うん、まあ竹はこんぐらいでよって感じで。いや、なんかやっぱステージによってはハイパープレッシャーで止める方がでかい気もするんだよな。あとはタイミング、味方といかにタイミングを合わせるか。あ、ギアは最近解放しまくってます。